はい、キューバさんです。今回ね、アンスズ、前回チュートリアルやっちゃったんで、まあ大体およそ、分かった振りでプレイしたいと思います。はい、ご迷惑をおかけすることになるかもしれないですけども、頑張っていきたいと思います。まあ、初心者だから許してね、と。ルームリスト見てみよう、パチッと。あるね。あ、一人空いている。あそこ入ろうと思えば入れるんだな。なかなか勇気いるな、これ。一回入ってみようか。大丈夫かな、これ。ルームに参加する。よし。ドキドキするぞ。準備完了。キヨさん、オロチマルト。まだ行ってみる？こんにちは。聞こえてんのかな？あ、どうもこんにちは。あ、こんにちは。聞こえてます？僕初なんですよ、これやるの。いや、自分も初めてなんで大丈夫ですよ。えらい役になりきってる風の声してますね。いやー、なんかね、リリースされて初めてやってるんで、これ人狼自体私初めてなんですけども、大丈夫なんでしょうか？なるほど、そういうことなんですね。はい、人狼、まあ大体ね、動画とかでちらほらとか見てるんで、なんとなくは理解してますけども、全然なんです。ほうほうほう。はい。なるほど。はい、このお二人の方は、結構危機戦の方なんですかね。ぽいですね。この場合はどうやってやるんだろう、危機戦の場合は。普通なんかあるよね、人狼だったら、役のある人言ってね、みたいなのが。なかったっけ？なんか、まあそういうのは、ありますね、なんかあったような気がしますけども。ね、役職のある人はどうたらこうたら、罰出された。あ、罰どうやって出すの、これ。これはですね、はい、左で選べますね、これ。あ、スティックか。なんか丸いのが出てきたね。これで？あー、なるほど。あ、どうやって出すの、これ。あ、出た。バツ出ました。なるほど。これ出す意味なんかあんのかな、これ。なんか、ゲームワークだり何だりいっぱい出るな、これ。議論する時間なんですよね、今ね。そうですね、これは、敵側。敵側。どっちか分かります？大丈夫ですか？敵側、自分の役職ですよね。これ言っちゃダメなんだよね、これ。自分の役職はこれですなんてことはあんま言わん方がいいのよね、これ。まあ、そうですね、今のところ。そうだよね。まあ、言わない方がいいかもしれないですね。言わない方がいいかもしれない。でもこれ、どうやったら、どうやったら。なんか今、あ、これ言っちゃってもいいのかな。私、占い師なんですよ。占い師は結構発言してること多いですよね。私、占い師なんです。占いたいんですけども、これどうやって占いやるんですか？罰出された。全然わかんないです。これどうやって、ムーンがビースターを占ってやるよ？わかんないけど、これ罰出したこれ YMD さん占っちゃおう。これどうやって占ったらいいの？罰出すんじゃん。え、これ。あ、トリガーずっと押した。あ、トリガーずっと押したら見えた。YMD さんの役職見えちゃったっすよ。これ、すみません。見えちゃった。バツしてる。これ、ごめんなさいね。この人、ビースターです。ビースターなんです。ああ、なるほど、はい。でもね、普通こういう駆け引きって、僕が本当は占い師じゃないんだけど、
釣らすためにビースターだよって言ってるパターンも本当あるんよね。だよね。そう、バツ、バツ、バツ出してるけど、これマジ、マジ僕あの、なんかムーン、ほら、あなたはムーンです。占いを、占いで本性を見破りましょう。もう読んでるもん、俺。目の前の文字。だからもう、ごめんね。ああ、多分あの、うん、今のところあの、多分二人、まあ、こっちはわかんないけど、うん、あ、多分あの、キューダさん、キューダさんでいいんですかね。私ですか？多分あの、はい、あの、ビースト側が、はい、あの、占い師として偽物、あの、嘘の、本当は偽物の占い師として、あの、出る必要があると思うんですよね、こういう駆け引きっていうのは。ああ、まあまあ、俺が。なんで、うんうん、そう、多分、キューダンさんは、あの、本当、本物の、あの、占い師だと思ってるんで。はい。そう。なんで、あの、YMD さんは、あの、ビーストだっていうのは確定だと、うん、個人的には思ってるんですけども。うん、これ僕、めちゃめちゃ新人言うときながら、本当は、手だれだったらごめんなさいってパターンよね。作詞ですよね、そうですね、かなりね。ああ、審判の時来ちゃった。ああ、5分か。そうか、5分なんだね。刺してんな。ごめんね、YMD さん。僕、はい。選んじゃったわ。お、やり出てきたね。これチュートリアルで見たよね。ドンギヌスのやりみたいだね。これ誰に刺さるの？ザグーンと刺されちゃいましたよね、これ YMD さん。まあ、あの、そうですね、あの、投票入れましたね。はい、で、これどういうことこれ。今どうなったの？いや、わかんないですね。どういうことですか、ね、どういうことなんだろう。あ、ビースターチームの勝利です。あ、あれ、これ本当は僕が刺した時っていうのは、この人がビーストですよっていうふうに印を入れただけなのかな。どこで判断できたんだろう。そういうことですか。あー、画面の見方がよくわかんねえな。まあいいや。とりあえず、あ、YMD さんは、ロキじゃねえや。あの、役職チェンジできる人だったな、これ。いや、全然わかんないっすね、それ。なんか目の前に、なんか画面出てますよね。うん、YMD さんとキヨさんが、役職チェンジしたっていう風になってますよね、多分これ。なんかそんなのあるよね。役職で。そうなんですか。うん、あるんですよ。いや、さっぱりですよ。なんかね、YouTube で誰かの動画見たときに、自分が本当はビーストなんだけども、相手の人と、チェンジできる、役職がいるんですよ。なんだっけ、うん、ロキだったと思うんだけども。あ、そうなんだ。うん。ロキっていう名前の役職の人は、チェンジできるんですよ。誰かを指定すると。だから、YMD さんとキヨさんがチェンジしたんじゃないのこれ。で、オロチマルさんは、これは、なんだ、アニマ？あの、普通ですね。うん、ですよね。ああ、そうですね。うん、アニマってなってるね、多分。多分そういうことだろうね。うん。まあ、次、まあ、次ですね。まあ、こうやって数こなさないとわかんないね。はい、うん。もう一回やってみようか。再戦したらどうなんだろう。参戦。多分同じじゃ、同じで部屋、同じあの ロビーじゃないですか、ね、ロビーっていうか、まあ、いいルーム。とりあえず一回もう一回再生やってみますね、僕。ポチッと。ああ、準備完了ってなった。ああ、これで誰か入ってくるのを待つ感じか。いや、いいっすね、なんか気楽に、あの、こんばんは。あ、こんばんはです。あ、ワイムさん。さっき一緒にやった方じゃないですか。これ聞こえないですか？聞こえてる、聞こえてる。出てなかったですね、さっき。今聞こえてる。聞こえてます、僕。はい、聞こえてます。よかった。全然声がね、出なくて。さっきは声聞こえてなかったですよ。今聞こえてます。そう、だからさっき罰ずっと出してたんですけど。ああ、そうなんだ。ああ、なるほど。あ、そう。だから、なんか一回切ってもう一回来ました。あ、なるほど。ただ、さっきずっと話聞いてたんですけど、はいはいはい、僕もちょっと今ね、初めてやったんですけど。そうなんだ。
そう、全然ね、このやり方が分かんないんですよね、うん、これチュートリアルだけじゃ意味分かんなかったっす。ツイッターとかにも書かれてるよね、確かに、うん、最初の、チュートリアルだけじゃ全然説明になってないとかいうのはね。で、あ、さっき、そうなんです、うん、ちょっと一回やってみていいですか、これ、ごめんなさい、さっきできなかったんで、はい、準備完了、いいですね、もう一回始めますか。さっき YMD さんってロキだった役。あ、僕、ビースト、え、ビーストでした。ビースト、うん、ビーストだったんだ。うん、じゃ あ、だから、さっき当たってましたよ。あ、でもね、ビースト側の勝利だったから、この前にいたもう一人の方が多分ロキだったんだ、ほんとよ。で、役を変えたんだ。僕ね、YMD さんも、あ、そういうこと、うん、人狼だと思ってマークしたんだけど、結局は人狼じゃなかったというふうに出たんですよ。ロキという役職の説明とかもどこにもないですからね、これ。ロキはね、審判出された後に役職を誰かとチェンジすることができるって書いてます。だから、僕の正面にいた前の人が、あれだね、ロキで、YMD さんとチェンジしたと思う、はいはいはい、思います。なんか、チェンジしたっていう、レザルト画面が出てました、さっき。慣れるまで分かんないから。ちょっともう一回やってみていいですか。はいはい、準備完了、終わりましたよ。ポチョムキン。あ、僕も、すいません、はい、ポチョムキン、戦艦長ポチョムキンですよね、確か。僕なんか見たことありますよ、その名前。これね、あんまりこう自分の役職とか言ったらダメなんだよ、つい言っちゃいそうで。僕もね、人狼、初人狼なんですよ、今日が。だからどうしていいんだろう、全然わからん。ゲーム自体わかんないし、人狼自体まだうろ覚えなんです。あれで、そうですね、うん、今、砂時計を置いたんで、今討論タイムですかね、これ。ああ、うん、そういうことか。お、なんだこのエヴァンゲリオンのカオル君みたいな。ん、今何をやってるんですか。YMD さん、声聞こえてます、これ。あ、聞こえてる聞こえてる。あ、大丈夫ですよ。大丈夫。あ、聞こえてます。うん、聞こえてる。これってどうやって討論すればいいんですか。討論、いや、もう本当好き勝手に喋ってねって感じ。もしもその占い師さんがいるんだったら、人狼のセオリーとして、誰それさんを占いました、誰それさんは、村人ですとか人狼ですみたいなのなんか言うよね、普通。確か、このポチョムキさんは喋れないパターンの方で、はい、あ、喋れるんだ。あ、こんばんは。はい、こんばんは、すいません。はい、僕もね、全然人狼時代、本当ね、素人なんで、駆け引きとか全然わかんないですよ。なんだけど、それは言ったら、いや、僕もわかんないんですよ、これ。うん、どうやって話せばいいんですかね、これ。だから、本来、もう全くやったことなくて。占い師。ポチャムキンさん、はい、何の役職ですか、はい、今。僕はね、僕はね、アニマです。あ、そうだ、これアニマなんで、村人っていうのがこっちのゲームじゃアニマなんだね。そう、村人です。ああ、これ何っていうのがいいのか、人狼風に言うのがいいのか、このゲーム風に言うのか。いや、ね、人狼とかだったら、ほら、なんか、なんとか把握しましたとかよく言ってるやん。うん。あんなの僕、よう言わんよ、恥ずかしい。慣れたら言えるんだろうけど。これって、うん、役職、4人いるじゃないですか。はい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 、これってなんかこの4つって決まってるんですか。誰、この4つは固定なんですか。役、村人、人狼、あ、これランダムで選ばれるみたいですね、うん、多分画面の真ん中あたりにあなたはホニャララですっていうのが書いてあると思うんだけど、うん、それが今自分の役職だと思う、はいはいはい、まあ、言えないんですけどね。あ、いや、さっき言った村人、うん、人狼、ロキ、うん、占い師の 4人しかいないってことですか。だと思うんだけどな。役職4つみたいですよ。ロキも。じゃあ誰か占い師がいるんですよね、ここに。いない場合もあるんですよ、ね。まあ、いるか、いないこともある。うんうん、そうなんだ、うん。え？いないこともある？その4つのからビーストが2人いる場合もあるらしいです。そう、ビーストは最大2人まで。で、あとロキとムーンでしたっけ？そうそう、ロキとムーン。が最大1人まで。ムーンはどういう役職でしたっけ。ムーンが占いですね。占い師ね。あ、ムーンが占い、うん、あー、ムーンは誰か一人をの役職を見ることができるみたいなことらしいですよ。さっきのプレイでは何も言わないでも占って勝手に見てる可能性もあるんですよね。ああ、かもしれないね。普通それを見たら
内緒にしているか、実は私占い師なんです、この人があのビーストですよっていうふうに言って、それをみんなが信じるか信じないかだけどね。まあ、そこは基本的にだから議論、うん、議論何で進めるかって、その占い師そのムーンがこのあの言ったことを信じるか信じないかみたいなところで進めるっていう。そうね、この中に占い師はいるのかな、今回ムーンは。占い師いるんですか。あら、いないの。占い師多分いないと思うんですけど。いない、いない。ってことは、じゃあ、みんな、みんな村人、ロキか。入れ替わるのはロキか。うん、あ、え、あの、ロキってビースト側なんですかね。あ、どうなんだろう。ロキの村人側、シロですね。ただ、あの、入れ替えた相手がビーストだったら、ビーストになるんだね。悪い方になる。うん。あ、そういうことなんですね。そう、これ時間あったな。もうあと48秒。でもね、あと47秒、前回のプレイで YMD さんはあのビーストだったんだけど、正面の人がロキだったから、ちょっとこう入れ替えられちゃったんだ。うん。でも誰も何も言わないってことは、占い師は本当にいないんですか。いない、いないのかな。普通こういう時って、最初のビースト側が、実は俺占い師なんだけどっていうのがセオリーですよね、うん、なんか。いなそうだったら。これ誰に沿せばいいのかわかんないですけど。もうでも投票時間だね。とりあえず誰かが話しちゃった方がいいんですね。うん、ちょっと一回このゲーム終わらせません。ちょっとそうですね、一旦終わらせて。もうでも終わっちゃう。一回終わらせません。もう何分本当ね、駆け引きとか全然わかんないの。うわ、来たよ、これ。でこれ誰かを選ばないと。こっち刺してんじゃないですか、それ。やめてくださいよ、そこ。これ、オロチマルさん刺しちゃった、俺。どこでテレビに映した方がいいの？テレビ、どうやって映すの？これ、俺めっちゃ刺さってるやん、これ。あ、でもね、これ俺多分ね、ロキなんですよ。だから入れ替わってるから勝ちなんですよね。あれ？いや、違うんですよ。え？多分。入れ替わってるから多分僕の勝ちっすよね、これ。あれ？ほら、勝ったでしょ、これ。おああ、そういう、ビースターチームの勝利です。いや、僕がね、ロキだったんですよ。ああ、なるほど。あ、ほんで、そう、だから、あの、そこでビースターチームの勝ちですね。で、ロキで、あの、9番さんを、はい、あの指定してたら、はい、人狼っていうのは分かったんですよね。ああ、うんうんうん、なるほど。でだから指さしてたんですよ。ああ、そんな感じですよね、多分。そうですね。これ一番でもしそれが村人だったりしたら、うん、あれなんですよね。また別ってことですよね。うん、そうだね。そうですね。ということは僕は負けちゃったってことよね。これあの今レザルト画面が出てるんだけど、左に敗北って出てるんですよ。うん、ってことは僕負けってことですよね、うんうんうん、多分ね。これほんじゃ、そうですね。あ、もう YMD さん出ちゃったの。今度は前、YMD さんはほんだ勝利と書いてたのかな。そういうことになりますね。ビ、うん、スターチームの勝利です、うん。そうだね。多分 YMD さん勝利したたんだよね。僕、ビ、うんうん、スターだったんで。っていうこと、僕が、あっていうこと、あ、オラチマルさんもビスターだったんですか。敗北か勝利かって、実はそうなんですよ。あ、ほんじゃ左に勝利って書かれてるんですか、うんうんうん、あ、勝利ですね。あ、やっぱそうなんだ。ほんで、ビースター2人いたんだ。僕と、オーローチーマールさんが2人で、で、YMD さんが、ロッキーだったから、僕と入れ替わってビーストになったんだ。で、村人の僕が殺された感じになるんだね。そうですね。なるほど。ややこしいな。もう一回いっちゃう、これ。もう一回いけそうな。僕、再戦ちょっとやってみます。再戦。